ともユニクロプラス J が来たー。今回はユニクロプラス J の購入商品を3点紹介していきます。朝からフルラインナップ店に行ったんですけど、整理券が取れなくて、結局近所のユニクロで買えるプラス J のアイテムを3点買ってきました。いや、結論から言うとチルサンダー姉さんマジパネー。1点目と2点目がこちら、スープのコットンオーバーサイズシャツです。カラーはブラックとホワイトを購入してきました。サイズは両方とも S です。本当はスタンドカラーシャツのオフホワイトが欲しかったんですが、僕が買えたのはレギュラーカラーシャツのブラックとホワイト。ただレギュラーカラーも良かった。正直3990円っていう値段設定は頭おかしいと思います。このシャツのどこがすごいのか、生地と細やかなデザインです。まず生地は名前の通りスープのコットンを使っております。スープのコットンとは簡単に言うと細くて高い綿です。アメリカの最高級綿にピマコットンっていうものがありまして、それがスペリオピマ、高級なピマコットンと呼ばれていました。そのスペリオピマを略してスープピマコットンと今は呼ばれております。明日学校で自慢しよう。スープピマコットンの特徴はこのセクシーなツヤ感、そしてこの柔らかな肌触り。黒色がツヤツヤしてるシャツはよく見ますが、このシャツは白までツヤツヤしてます。でしかもこのツヤツヤしていても下品じゃないんですよ。ツヤツヤしていても下品じゃない。そう、これがスペリオピマで、次に細やかなデザインです。このシャツを見てまず目につくのがここの切り替えですよね。なんかこうチャックでもついてて取れるんかなって、なんかこう取り外し可能なやつなんかなって思いきや取れないです。そして次に目につくのがこのボタン、ひよく仕立てになっております。普通のシャツは閉じたらこのように表面からボタンが見えますが、このシャツは閉じたらここに生地がもう一枚重なってるんで見えない見えない。やっぱり物見えするよりも隠れてる方がセクシーさを感じますよね。タンクトップに短パンを履いているお姉さんよりも和服で肌がほとんど見えない装いのお姉さんの方がセクシーに感じるでしょう。それと同じです。でこれだけでは終わりません。終わらないです。皆さんここ見てください。ここドレスシャツってよくこのエリーのここにボタンがついていて閉じれるようになってますよね。でもこのシャツはこほら裏にボタンを留める輪っかがあって、そこにボタンを留めれるんですよ。なのでこう閉じても見えない、え見えない、でそれだけではジルサンダー姉さんは終わりません。僕ら低身長にとってシャツの一番難しいところってどこですか？そう、着丈です。着丈が長すぎたら胴長に見えてスタイルが悪く余計背が小さく見えます。僕はよくそんな長い着丈をごまかすために一番下のボタンを開けて、ここからが腰だよって腰の位置を高く見して長すぎる着丈をごまかしています。ただ一番下のボタンを開けるとこのように広がりすぎてしまうことがあって、シャツが本来持っている綺麗なシルエットを崩しちゃうんですよ。低身長フレンズの皆さんならわかると思います。で話は長くなりましたが、このシャツの何がすごいかっていうと、このピロピロ見えますか？ピロピロ、このピロピロがこうやってボタンを引っ掛けてるんですよ。で引っ掛けるとこんな感じで少し広がるんですよね。開きすぎずに少し広がるようになります。少し広がるようになると、なんとこのようにここまでが腰の位置で錯覚されますので、シャツのシルエットを崩すことなく足長効果を演出できるんですよ。このピロピロがあることによって自然に裾が開き足長効果を演出してくれます。いやけー細けー、マジでメッシのドリブルぐらい細かい。でこのシャツがなんと3990です。皆さんお近くのユニクロへ急げ。続いてがこちらのダウンです。お名前がハイブリッドダウンオーバーサイズパーカーです。カラーはブラックでサイズが S です。先にサイズ感の結論を話すと、164センチ以下で体重が54キロ以下の華奢な体型の方は正直 S じゃ少し大きいと思います。ジャストサイズで着たいのであれば僕は XS を推奨します。で見た目はパッと見ダウンというよりマウンテンパーカーのような見た目をしております。このおしゃれなアウターがまさかユニクロとは思えない。価格が15,900円です。普段ユニクロとか GU の神コスパアイテムに触れている僕たちからしたらちょいと高いですよね。でもちょっと待ってください、このダウンはデザイン性と機能性がマジでバカなんです。高いかどうかは僕の話を聞いてから判断してください。まずはデザイン性から見ていきます。まずあなたはダウンって聞いてどんなイメージを持ちますか？僕はダウンといえばツヤツヤしてテカテカしていて、そしてシャカシャカしている、そんなカジュアルウェアなイメージを持っています。しかし一般的なダウンってシャカシャカツヤツヤしているから街のおしゃれ着というよりかはキャンプとかついで使う機能性重視のアウトドアウェアってイメージですよね。でもこのダウンはマジでマチ、一番マチ。まずは生地、マットな質感でツヤがないです。マットな質感、ツヤがない、好み、好み、好みの生地だ、好みの生地だ、苦しゅうない。そしてこの高い襟の低いダウンはトレンドっぽさに欠けるしおじさん感が爆増してしまいますが、このダウンは襟が高いからかっこいい。でこの手のツヤがないダウンって裏地もこのようにツヤがない生地を使ってるのが一般的ですが、このダウンの裏地はテカテカです。このテカテカはむしろ
かっこいい。普通ならこのようにテカリを抑えんのに、こんなかっこいい間違いな印象で裏地テカとんのかいってなります。まさにギャップ萌えで、機能性です。もう機能性がえぐい。まずは収納です。ポケットだけで一泊できんちゃうんかっていうぐらい収納が多い。数えますね。まずここに1で2で3で、ここにも同じ1、2、3で、ダメ押しでもう一丁、ここに1個、全部手が入りきるぐらいのサイズが合計で7個あります。いや、ミニマリにしちゃったらここのポケットだけで生活できるわ。で、次に防寒性もあります。生地がほとんど風を通さない作りになっていますし、そして何よりこの中に入ってる綿がすごいですよ。ハイブリッドダウンだから天然のダウンではないんですが、ダウンのあったかさを表す指標としてフィルパワーというものがあります。基本的に600から700フィルパワーが高品質なダウンと言われていますが、このダウンは640フィルパワー。いやいや、こんだけデータに成功ってて収納もいっぱいあって、あったかいんかい。今こう話してるだけで汗かいてくるぐらいめっちゃあったかい。で、ここにさりげなくプラス10。これはちょっと好みじゃない。ここまでの機能性とデザイン性を兼ね備えて、しかもあのジルサンダーさんがデザインしたダウンパーカーがなんと15,900円。あなたはまだこのダウンパーカーを高いと思いますか？店頭へ急げ。はい、今回は10年ぶりのコラボでめちゃくちゃ話題になっているユニクロプラス J のアイテムを3点着用レビューしていただきました。本当に3点とももうこだわりが詰まりまくっためちゃくちゃ神アイテムと思います。フルラインナップ店が近くにない方や店舗に行けない方も、僕みたいに近所の店舗に行ったら厳選された商品が売ってるってパターンもありますんで、ぜひお近くのユニクロへ行って検討してみてください。今回の動画が参考になったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。このチャンネルでは低身長でもかっこよくおしゃれを楽しむ方を発信しております。年内に2万人目指して活動しておりますので、ぜひ応援お願いします。では最後までご視聴いただきまして、明日また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。